ジョーガ5号は、ジョーガ計画第3段階の月探査機で、計画第3段階に実施する、サンプルリターンを任務とする。ジョーガ5号は、海南省の文章衛星発射場から発射され、月面で自動的にサンプルを採取して、月から戻るミッションである。ジョーガ5号は、中国の宇宙開発史上最初となる試みを、以下の4点で実現させる狙いがある。 月面自動サンプリング月面離陸38万 km 以上離れた月周回軌道上での無人ドッキング台に宇宙速度まで加速して月の土壌サンプルと共に地球に帰還場が5号は軌道線と帰還線、離陸船と着陸船から構成される。設計された2種類のサンプリング機構を搭載しサンプルの種類を増やしている。一つはタガネを打ち込んで比較用の深層土壌を 採取する。もう一つは、ロボットアームで有効範囲内を書き取って、月の土壌を収集する。二つのサンプルの比率は1、3で、表面で収集するサンプルの方が多い。採取後、離陸船はサンプルを搭載して、月面の着陸船上から上昇し、機動船とドッキング後に、土壌サンプルを機関船に移動させる。月面でのサンプル採取の後、 最終的に機関機は2020年12月17日に機関に成功した。2019年春までの時点では2019年末発射予定とされていたが、2019年10月に2020年となることが報じられた。2020年9月に開かれた中国宇宙大会で月探査プロジェクトの副チーフデザイナーが年内に打ち上げられると発表した。 2020年11月24日、文章衛星発射場より打ち上げられ、軌道への投入に成功した。着陸地点周辺の月面地形観測と地質の実地調査を行い、サンプルから取得された現地での分析データと、研究室での解析データとの関係を調査する。主要なものは以下の通り、地球に持ち帰る月のサンプルは、 長期間にわたる研究室での測定を通じて、体系化され、宇宙放射や太陽風イオンと月の相互作用、風化と環境による変化の過程など、月の成因と変化の歴史に対する研究を深める。着陸用カメラ、光学カメラ、鉱物スペクトル分析器、土壌機体分析器、土壌構造探測計、サンプリング切断面温度測定計、 岩石ボーリング機並びにサンプリングマシン。中国科学院学士会員で、乗馬計画の主任科学者である、応用次園は、2019年に着陸地点は月の表側で搭載したコンピュータにより確定すると述べた結果として、着陸した地点は嵐の太陽にある、リムケル山付近の大地で、これまでベソが回収した月の石よりも、比較的新しい年代にできた場所である。 可能性から科学的意義が期待される。中国は、嫦娥午後号を通じて5つの中国発を達成したと報道された。嫦娥午後号のミッションは、ちょうど日本の小惑星サンプルリターン期、ハヤブサ2の期間時期と重なっていたため、しばしばメディアでは両期を比較する報道も見られた。月と小惑星では、難易度の方向性が異なるため一概には、比較できないとしながらも、 中国メディアは、日本の惑星探査には、米国の影響がある点などを指摘して、中国の独自技術の優位性などを強調した。その一方で、ジョーが5号の採取した資料が計画よりも少なかった、点は計画以上の成功が得られたハヤブサ2とは、対照的であり、日本の技術力の高さも認めている。ありがとうございます。